んか練習試合見た時、はい、右サイドバック。ああ、そうっすね。多分沖縄かな。行くよりも。ここだけ。あ、ベルディーさん。ちょっと言えないですよね。水崎氏のオフサイドギリギリ、今回のゲストは小池純喜さんです。お願いします。お願いします。よし。今シーズンお疲れ様でした。今シーズンというか2021シーズン、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？今シーズンというかまあ一応ね、もう多分落とし上げたから、はい、昨シーズンになるかな、はい、21シーズンはどんなシーズンでしたか？そうですね、本当に個人的には34歳ですけど、はいはいはい、キャリアハイ更新できゴール決めてるよねまさかなだったんですけど、いやいやいや、すごいよ。得点ランキングも G2 で3番目だったんですけど、ああそうだよね、日本人でも1位だった。あら、まさかこの年で。じゃあ乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今オフシーズンだけど、はい、オフの時はお酒飲んでしょ？あ、飲んだ。シーズン中も飲む？シーズン中、まあ休みの前とかなら、うん、ね、まあでもこうやってあの1回ズームで、あ、そうですね、ね、あの、こういう感じで、こういう感じで出させていただいて、アンケートでカジカワは徳島に行った時だよね。そうですね。で、ちょっと中断中というか、はい、ね、コロナのあれで、始めましてだったんだけど、結構それで、徳島、カジカワは気にしたの。あ、本当ですか。プレーとかっていうよりは、もうメンバーで。ああ、そうですね。あれ、あんま出てないですよ。最初出てて出なくなっちゃって。そうだよね。で、結果的には、じゃあ、リカルド・ロドリゲスと合わなかったと。どう、あ、そうですね、レッツ。そういうことだよね。いや、どうなんですかね。そこら辺の、あ、でも、まあ、そんな悪くは言ってなかったですけど。まあ、ちょうどだベルディから徳島行って、はい、で今 YouTube を始めてっていうね、はい、タイミングだったんで、もう1年以上も当然前ですけど、はい、まあ、でもそっから、まあ、そっからじゃないけど、本当、まあ栄光、栄光っていうと分からないかもしれない、まあ、小池栄光の栄光ね、そうですね、レッツの先輩たちからは栄光、栄光って言われてます。ベルディでは何て言われてるの？栄光っていう人もいますけど、栄光君とか、栄ちゃんとか。最近の若い子だったら、なんで英語か分かんない。分かんないですね。小池英子さんも分かんないでしょ。分かんないと思いますね。そうだよね。まあ、純喜、純とかって呼ばれるのが多いですけど。ああ、そうか。34だもんな。34、やれるか思ってなかったんです、最初。いやいやいや、素晴らしいです。そこでだからキャリアハイ。はい、で去年、21シーズンは、何試合か、はい、J2 は42試合で、試合1試合出なかったんで、42試合か。結構フル稼働だ。はい、2試合。で17号、結局ポジション今どうやってるの？前、そうです、前にサイドサイドですね。どっちか、あ、まあ、ワントップ、もう何試合かやったんですけど、うん、基本はもうサイドですでもね、前そのカジカワも言ってたけど、はい、もうその時もゴール決め始めてたもんね。そうですね、一昨年から10代20代の頃 の、 そのキャリアハイが6ゴールだったんですけど、はい、一昨年16点とでキャリアハイだったんですよ。俺だってなんか練習試合見たとき、はい、右サイドバックだと。ああ、そうっすね、多分。沖縄かな。右サイドバック。レッツとやったよね。レッツじゃないな。レッツとやったのは割と、あれ、そうです。沖縄でなんかやんなかった？沖縄で試合したときは、あ、でもそれあれですね。俺出てなかった。ベルディでやりました。ベルディってやった。なんか俺見たときは、なんか練習試合じゃなかったっけな、右サイドバックだなと思ってた。あ、大原で。いや、大原じゃないな、俺大原見に行ってないこと。まあでもなんか右サイドバックも、ね、ああ、ここやってんだって、頑張ってんなっていう。サイドバックとか。ねえ、やっぱフォワードになった人間とか、ね、まあサイドはもちろんだけど、はい、だんだん下がっていくじゃない。はい、下がりがちじゃない。はい、ああ、下がってきたなって。で、まあ攻撃的なね、はい、当然サイドバックっていう感じだったとは印象あるけど、はい、ねえ、まあそこから元だって、はいはい。じゃあこの2年で33点取ってるの？去年がでも7ゴールだったんで、まあ、16、7。3年で40。すごいね。そう考えると、それまでが全然。え、何試合なの？ J1、J2 で。あ、全部で、まあ、450。すげえ。そうですかね。10ないぐらいですかね。すごいね。ちょっとずつ積み上げ、上げて。まあ、J2 試合数多いしな。そうですね。J2 試合数多いんで。いやいや、すごいすごいすごい。まあ、じゃあ、お祝いです。ありがとうございます。いただきます。はい、もうこうね、B サイド、C サイド、いい、すごいでしょ？めちゃくちゃおしゃれですよね。ねえ。稲城にはないでしょ？稲城にはちょっとないです。
まあ、浦和にもないから海ないからね。でもさ、ヴェルディの、はい、ヴェルディユースですっごいうまい子が、ヴェルディ行かないって他行くっていうのがあるよ。ああ、今まであんまり見たことないです。基本やっぱ上げちゃうよね。はい。なんか、大体その子はあれですね、ユースでも契約しちゃいます。そうだ、そうだよね。そりゃそうだよね。で、なんか5年契約とか、してんじゃしちゃった方が、ね、そうだよね。そういう話になってると思いますよ。ちょっと育成型のクラブ。はい。なってしまった部分は正直あるかもしれないけど、結構なんか移籍して活躍してる選手がね、いっぱいいるんで、うん、じゃあもう5年6年っていうのは結構長い方じゃない？結構長い方だと思いますね。去年の前平崎選手と川島が出たら選手がいたので、うん、大ベテラン2人が昔から出るってプレーしたんですけど、2人が出てしまったら彼らはもう引退？まあ引退ってことはないと思うんですけど、まあまあその契約満了で、ああ、なかなかでも大変だよね。チーム数も多いしさ、だって今度のシーズンなんて4チーム落ちてきて、はい、まあ1チーム上がったしも、はい、もっと大きくしてたもんね。そうですね。プレーオフ入れて3チームしか上がらないですね。だ2020シーズンがまあ良かったんだよね、ちょっとね。あ、そうですね。そうだよね。はい、メンバーがやっぱり J2 ってどうしても良きゃ抜かれちゃうし、そうですね、その年で結果出ないと移籍もするし、活躍した選手が引き抜かれやすいっていうのもあるので、メンバーが入れ替わっちゃうよね。はい、ね、ちょっとやっぱ難しい部分があるんだろうけど、そうですね、デビューとかまさにその若い子が、うん、やっぱりこう試合に出られるチャンスがいっぱいあるので、うん、出て活躍してチームの成績が上がると、うん、そこからそうだよね、向かれていっちゃうんで、あの、まあ、本人確かすればね、よりいいチーム、より給料が上がるチームっていうのはね、そこは考えるからね、それはね。そうですね、うん、さ、いやらしい話さ、はい、ベルディ、まあ、J2 のチーム、はい、いくらぐらいのあれ？いやでもピンギリティーから、まあ、多分チームの前日とは違うと思うんだけど、あとは J1 でも違うじゃん。そうですね。もうなんか俺、これあんまりその現役の選手たち、これはまあ YouTube でこうやって聞くけど、普段って聞かないじゃん。そうですね。なんか J1、まあレッツの選手とかだったらなんとなくこう想像はつくの、そうそうだけど、だけど J2 のチームで、これ上から落ちてきたチームじゃないじゃん。まあ、しばらくやっぱ J2 に行って、ね、昔は2億円もらった人たちがどうだったけど、どうなのかなと思って、他のチームもそうだけど、そうですね、本当にチームによってっていうのと、そのクラブも外からこう欲しくて取りに行った選手にお金かけたりとか、でもあると思うんで、あの、まあ、俺らも他の選手がどれぐらいもらってるのかわからないの。代理人はいるの？代理人ははい。やっぱ工場も代理に、まあそうっすね。基本給と出場勝利給。はい、それはもう。でも代理もそのまま言ってしまう。はい、そうっすね。負けたらゼロ。負けたらゼロっす。俺らってそれじゃなかったからね。あ、そうなんですか。うん。出場給は出場給だって。へぇ、負けてももらえる。あ、そうなんですね。うん、まあそれはないですね。出場勝利給になったらって言ったらぐらいだもんね。で、勝ってももらえるんですか？もらえる。プラスで。プラスで。そんな多くはないけど、多くはないけどって言うと、どうぐらいじゃんかもしれないけど、だから出て、フル出て勝てば、まあ、40万弱ぐらいみたいな。そのぐらいですね。まあ、そうか。で、負けてもまあ半分ぐらい。出場金20万とかだから。すごいですね、そんなに出場金、勝ったらもう50万とかするとか。いや、勝って20万弱、17万だから、勝利金。ああ、そうですね、そうですね。でも俺一番活躍したのがさ、出て活躍したのが J リーグ元年の93年、はい、その時俺サラリーマンだった。そうなんですか。サラリーマンだったじゃん、三菱自動車の社員だった。でそこで93年試合出たから94年からプロ契約してた。だから93年一番出たんだけど、あの社員だから。あ、なるほど。ゼロだ、出場権ない。うわ、そう。勝てばみんなの半分みたいな感じだけど、ほとんど勝ってねえから。よかったよ。そうだったんですね。うん。確かに自分だったら、そん
だって永井雄一郎はレッツの時は90万だと出場勝利金大体言ってたのかなって。そうなんですか。これ CK 役だったんで。そうだね。レッツとか CK のまま、 CK 役のままレベル弱点で450分以上出れず。そうです。 CK 役の場合は出場勝利金がない。あ、あります、あります。それも出場勝利金。そうですね、勝利金って感じで。え、で、いくら？いくらぐらい前もらってるの？ベルギー。あ、ベルギーですか？ちょっと言えないですよね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。あー！シュートだろ。